きです。ゴーゴーでーす。ママです。ママです。はい、今回は声援企画をやりたいと思います。イエーイ。じゃあこれ、イエーイ。まず紹介していきましょう。ねねから紹介します。じゃあまずねねから紹介していきまーす。じゃあまずこのハローキティの小物入れの小さいミニ袋でーす。二つ目はクレヨン用スケッチブックでーす。ラグが貴重ですね。三つ目、このアイスクリームタワー遊びですね。4つ目、このミニオンのシャボン玉です。外で遊べるような。5つ目、折り紙です。ミッフィーちゃんので、最後ママ最後はこのペンギンの人形となり、ペンギンの人形となります。ねねはこれで以上です。ありがとうございました。次はかわいいかわいいキキちゃん、キキ紹介します。まずこの箱を紹介します。箱でこれ何に使うの？英語見よう。鏡です。鏡アポーチです。スプーンです。スプーンはなんで買ったの、キキ？え、ほじほじするよ。ほじほじよ。公園でほじほじやるよ。見えないで。これはケースです。で、最後クマの人形です。以上でございます。ないんですが、買ったものを紹介します。こちら、スプーンとフォーク。これはゴー用ですね。ほら、ゴーのだよ。これで練習しようね。あとは、ですね、ファンレターのお返事を書く用のレターセット。これこれ。あともう一個かな。この3つ買いました。あとはこれはいつも使ってるものなんだけど、自立型水切りゴミ袋。なんじゃそれ。これあれ生ゴミとか入れるやつ。これめっちゃ使いやすいからね、ずーっと使ってます。はい、以上でございます。見てください、袋に袋を入れました。じゃあママ以上でございます。1,2,3,4,5。ママ6個買ったね、600円分。美人ママに拍手を。ありがとうございました。はい、挨拶をします。最後、みんなで一緒にやりましょう。挨拶をします。みなさん集合。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。バイバーイ。どどん、もうわかめ。バイバーイって。